緊張しますね。こんばんは。10月12日午後8時になりました。しゃべくり松代ですね。今日はですね、260回の1個手前の259回ということでね、今日の松代はですね、天気予報は21度でしたがね、今日実はね、水上前のてっぺんなんですよ。太陽さんに近いところにいたらね、日当たりはね、なんか30度だと思うんですね。もうこう照りつけられてね、もう汗びっしょになりましたね。ということでね、ちょっとお酒一杯いただきましてね、今日はいい気分で今日参りますので、よろしくお願いします。ということでね、いつもの通り生放送でお送りしております。で、今日のゲストなんですけども、松代文化ホールの宮原和夫さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。松代文化ホールの宮原和夫です。よろしくお願いいたします。初めての話しますね。はい、ということで、皆さん、松代文化ホールはね、松代の人ならみんな知ってると思うんですけども、どこにある、どこにあるっていうのは知らずらしいですね。はい、どこにあるんですか。はい、松代支所とですね、商工会議所と、同じ敷地の中 の, 奥の方に大きな建物があります。はい、そこが文化ホールでございます。はい、松代の人に言わせたらね、知らずらしいと言われそうなんですけどね。はい、ということでね、支所とかね、いろんなところにありますね。松代の中心地区ですね。はい、はい、ということで、宮本さん、どうしてその文化施設の文化ホールにいらっしゃるんです？いらっしゃるんですってことで仕事してるんですよね。はい、はい、そうですね。はい、まあ、私東京の方で、まあ、演劇というか、お芝居のに関わる仕事を、俳優、まあ、いや裏方というか事務方というか、はい、うん、そういう仕事を、まあ、十数年続けてましたもんですから、まあまあ、馴染みのある仕事というか、うん、まあ、今までずっとやってきた仕事の、まあ、延長というか続きみたいな。はい、でいつ頃からされてるんですか。私は去年の8月からですね。こちらの、じゃあ1年ちょっ と,、はい、ちょっとになりました。はい、うん、で、まあ、そういう俳優の仕事じゃねえや、俳優じゃねえ、そういう仕事をされたんですけども、はい、きっかけっていうのは何なんですか。あ、その演劇の仕事、うん、っていうか、文化ホールに。あ、文化ホールですか。お勤めになった。あ、はい、私地元っていうか、生まれ佐賀なんですけれども、うん、あ、そうですか。はい、3年前に、まあ、東京から、まあ、地元に戻ってこようと思いまして、うん、戻ってきて、まあ、仕事を探してる中でですね、まあ、ずっと今までやってきてた、まあ、その演劇というかお芝居に関わるような何か仕事もやっぱり続けていきたいなと思いまして、うん、あ、そうですか。で、まあ、その時、うん、松代文化ホールの、まあ、職員というか、うん、募集をしてましたので、はい、まあ、まあ、それが、まあ、きっかけですね。あ、そうなんですか。はい、宮原さんのこの専門の仕事っていうのは何かあるんですか。専門職っていうか。あ、まあ、予約の管理とかですね。経営か。経営というとちょっと大げさなんですけれども、まあ、いろんなお客様が文化ホール使っていただきに、いただく、まあ、申し込みに来られる中で、まあ、きちんとそのお客さんの希望の日の予約を抑えて、まあ、その、まあ、いわゆるダブルブッキングがないようにとか、同じ日に、ね、同じ日に2つ入っちゃうとまずいですからとか、まあ、同じ日でも朝の時間帯、午前中と、まあ、あと夜とか、そういう、まあ、管理っていうんですかね、はい、とか、あと、まあ、当日、まあ、お客さん来られて使ってる時に、まあ、支障がないように、まあ、打ち合わせ、事前にした打ち合わせ通りに、いろんなことが進んでいるかとか、こちらの手配がきちんとできているかとか、まあ、そういったところを、まあ、こう、まあ、目を配るというか、そんなことをやっていつつ、まあ、あと一番大事なのは、そのお客さん使っていただいて、支払いいただいたお金をきちんと、まあ、管理すると。はい、ちゃんとお金を払わなきゃいけない。もうそうですし、そのお金をきちんとやっぱりこう、まあ、銀行に預けたりとか、そういう、はい、なるほどね、はい、分かりました。はい、あと、そういうことやってると楽しいですかね。嫌なことはねえね。
そうですね、楽しい、楽しいですね、はい、いいな、楽しく仕事してると一番ですね、はい。で今その楽しいということなんですけども、お気持ちはどうですか。1年ちょっと過ぎたんですけども、そのお仕事されてて、そうですね、ちょうど1年経ちましたので、うん、まあ、毎年もう毎年同じ時期にこう、うん、使っていただいているお客様と、うん、まあ、こう2度目にこう、うん、なるほど、2度目でまたよろしくお願いしますとか、はいはいはい、まあ、またお世話になりますとか、リピーターってやつか、そうですね、リピーター、そうですね、ちょっと違うもう文化ホールできた頃からずっと使っていただいている、うん、いろんな団体の方も、いらっしゃいますので、まあ、引き続き気持ちよく使っていただけるように、うん、もう私の方がいろいろ教えていただきながら、はい、そうですか。あとそれでその中ですね、その文化ホール独自 このイベントっていうのはたくさんあるみたいなんですけれども、あ、はい、主にはどんなふうなのがあるんですか。そうですね、2010年から、ね、定期的に開催されているワンコインコンサートというのが、これですか。あ、そうですね、はい、はあはあ、これが一つ、はい、はい、これがそうですね、メインじゃねえな、まあ、一番たくさんやってます、はい、はい、まあ、2010年からやってて、まあ、今年で6年目になるんですけれども、まあ、今日ここに持ってきたのは、うん、今年の夏ですね、はい、やりましたワンコインの、まあ、ポスターチラシなんですけれども、うん、7月の11日の火曜日にですね、はい、やりました。で、このポスターの一番右、あ、ちょっと顔が、ごめんなさい、一番右 の、うん、バイオリンを持っている女の子が栗林恵里さんっていうんですけれども、あの、方ですね、そうですね、松代の出身なんですよ。そうなんですか。松代出身で、今東京芸術大学の附属高校で、うん、まあ、バイオリンの勉強してまして、ですので学校は東京 の上野の森の中のに学校があるんですけれども、ちょうど夏休みで、まあ、学校も夏休みに入ったところで、まあ、ここ地元の松代で演奏会やりませんかということで、で、まあ、この時は はい、一緒に学校で勉強している仲間2人を、なるほど、2人は長野県民ではないんですけれども、うん、はい、まあ、同じ学校で勉強している、うん、気の合う仲間をと来て、トリオで演奏してくださいました、はい、でこれがその時の写真ですか。そうですね、これが、本番前のリハーサルの、あ、リハーサルで、はい、風景をちょっと写真撮ってみました。なんかいいイメージですね。そうですね、すごい、なんかね、プロっぽいっていうか、なんかすご素晴らしい。そうですね、もうプロで多分通じると思うんですけれどもね、まあ、当日本番の朝、うん、まあ、3人来て、まあ、楽屋入って、で、まあ、様子、まあ、こう時間まで、うん、待ってる間は、はい、もう本当普通の大学生、高校生、ああ高校生、あ、はい、高校生、もう本当普通の、高校生で、にぎやかに3人楽しそうに話をしてまして、本当普通の高校生でした、でリハーサル始めるよっていうことで、これがちょうど リハーサルの風景なんですけれども、はい、まあ、みんな私服なんですけれどもね、私服でそのまま、はい、で舞台上がって、自分の楽器に触れた途端、顔つき変わりましたね。あと、まあ、本当に演奏を始めた時にびっくりしましたね、これがプロだなと。そうですね、びっくりしました、正直。なるほどね。で、まあ、この時はリハーサルだったので、うん、まあ、我々、まあ、関係者が少しこう、うん、客席にちょっといたりとか、はい、その舞台の袖というか裏にいたりとかしてるだけだったので、まあ、くつろいだ感じで多分やってたと思うんですけれども、実際本番になったら、まあ、女の子2人はドレスに着替えて、男の子もこう黒いシャツピシッとこう着て、でお客さんの前に立ったら、また顔つきがさらに、で演奏もリハーサルよりもさらにびっくりしました。
もう本当だから音楽家の、まあ、卵がいらないぐらいの、あ、もうプロ根性通じるっていうか、まあそういう気もそうですね、プロの魂はもう入ってますね。入ってると。はい。そんなあのコンサートでしたね。で、あのその時期にあのこの3人があの、うん、まあ、1本目だったんですけど、あと2つやりまして、はい、あの大学生で、あのピアノを、あの、はい、ウィーンですね、の方で勉強してる、まあ、女の子、国際的ですね。そうですね、ちょうど夏休みでやっぱ戻ってきてたので、あのピアノのコンサートやりまして、あとあの3本目はあの、うん、サックスのサクソフォンを、はい、あの勉強してるあの男の子なんですけれども、もうちょうど夏休みでこっち戻ってきてたので、あのそういった形で、うん、この夏は3本ワンコインをやりました。またあの定期的に続けようかなと思って。ワンコインっていうと500円。そうですね、はい、500円頂戴しております。はい、あの実は2010年にスタートした頃は実は100円でやってたようなんですよ。はい、ワンコインだから100円でも500円でもワンコインですね。そうですね、まあ、今はあのちょっと500円頂戴しております。でも500円でこれだけ見れたら素晴らしいですよね。あの多分500円以上の価値は、ね、はい、あると思います。皆さんお聞きになった方、皆さん喜んでたでしょ。そうですね、はい、地元の松代の方でも、もうあのなんていうんですかね、あの常連さんというかレギュラーで、あのワンコインやると必ず聞きに来ていただく方もいらっしゃいますし、ワンコイン今度いつやるのとか、なるほど、あの、もう電話かかってきたりもするので嬉しい。みんな楽しみにしてらっしゃる方もいるんですね。そうですね、はい、ですので、また、その楽しみを裏切らないようにいいものを、はい、探していきたいなと、はい、あとこのワンコインの他にはなんか独自のイベントがあるみたいじゃないですか。あ、そうですね、はい、あの今年の4月からなんですけれども、今年からね、はい、4月からじゃあ半年、そうですね、半年ですね、そうですね、半年経ったんですけど、あのギター教室を始めました。お、はい、あの、まあ、地元の方に、まあ、文化ホールに親しんでもらいつつ、はい、文化ホールに足を運んでもらいつつ、こう何か勉強するような場を、うん、あの、まあ、提供できればなと思いまして、うん、で、はい、そ、まあ、そのちょっと風景ですね、はい、はい、こちらがそうなんですけれども、6ヶ月で10回という、あ、6ヶ月で10回、10回ですので、まあ、不定期なんですけれども、曜日は月曜日で、朝のクラスと夜のクラスがありまして、朝が、10時から12時までの2時間、うん、と夜は、夜の7時から9時までの2時間、うん、やってまして、コシ先生というギターの先生を、はい、あのコシ先生ってあのマンドリンされた、あ、そうですね、マンドリンクラブ、マンドリンクラブの指揮、はい、去年された先生ですね、そうですね、はい、あ、ですね、その先生が文化ホールにも馴染みがあるので、そうですね、はい、去年一昨年ぐらいはコシ先生があのなんだっけ、この指揮、指揮されてるんですね。そうですね、はい、あ、その先生が、はい、あ、そうですか、ですので、もうあの心よく引き受けていただきまして、はい、楽しくやっております。てか私もやってるんですけど、生徒さん、はい、生徒さん、生徒さんなんですか、はい、そうなんですか、どうですか、楽しいですか、教室は。楽しいですね。あの小石先生厳しくねえですか。いや、あの優しいですよ。そうですか、はい、すごく丁寧に教えてくださるんですけど、はい、そっか、私もね、あのマンドリンクラブの演奏会何回かに、あの聞きにお伺いしたんですけどね、やっぱりこうタフト振ってる時はやっぱり厳しいっていうか、あ、そっか、練習と本番と違うんですね、やっぱりさっきの話の。そうですね、なるほど、はい、あ、そうですね、あ、ということでね、なんかいろいろね、お聞きしたいことたくさんあったんですけども、はい、もうちょっと慣れないもんで時間なくなっちゃって、ああ、さん、あの最後にね、一言だけ、はい、その松代の皆さんと、あの、まあ、世界にね、はい、放送流れてるんですけども、世界に一言、最後、もう時間も過ぎちゃったんで、一つだけ、はい、ですか。
すごく素敵なホールなので、皆さんのご利用をお待ちしております。 PR ね。はい、それから11月の3日に、はいはい、これじゃ、はい、はい、ワンコインコンサート、あ、先ほどのね、はい、先ほどもちょっと出てきましたけど、ギターのコシ先生の、はい、あ、なるほど、ギターと、おー、あとソプラノの歌手の山崎さんというギターの伴奏で歌、 いいですね、あとコシさんのソロのギターを聴いていただければ。11月3日の文化の日ですので、はい、なるほど、いい日ですよね、文化の日ね、はい、天気も多分文化の日いいよね。そうですね、いい天気だったんですよね、はい、大勢の方足運んで来ていただければと思います。わかりました。ワンコイン500円です。あ、500円で、はい、わ、はいはい、かりました。最後は PR で、はい、お願いします。はい、わ、はい、かりました。いや、今日はお忙しいところありがとうございました。いえ、ありがとうございました。皆さん、はい、今日の予告の前になんか、うん、お知らせがあるんですね。今日のね、ちょっと下げてもらっていい？あ、うん、あのね、今も真田祭り、うんうん、ね、今回やりましたけど、昨日真田祭り、またね、結構賑やかだったんですけど、今日はね、シンポジウムがありました。あ、歴史を、どこだったんですか？信州松代ロイヤルホテルでね、ル、はい、1時からね、16時20分までっていう形でやりました。で、今回ね、パネルスト、あ、パネルというかね、戦国時代を生き、生き抜いた真田一族っていう形でですね、基調講演ありましてね、はい、でその後ね、パネリストでね、あれですね、沼田から、沼田上田市、これは、工藤山町、うん、それからね、大阪府、それとあと長野市っていう形でね、皆さん来て、あれですね、やっていただいてる、はい、そんな形でね、ちょっと、結構多い人数ですね、400以上来てたかな、500弱ぐらいかな、来てました ね、 すごいですね、はい、今回初めてこういうことやりましたですけどね、はい、大正解でございました。はい、はい、で、お知らせ、はい、お知らせですね、はい、ですね、これは山寺定山邸、はい、ね、武家屋敷、はい、それとですね、前島家住宅、はいはい、これをですね、一応毎月いろんなイベントをやってるんですがね、10月5日それとね、はい、10月13日、はい、山寺定山邸でですね、はい、ギャラリーと書院とでイベントを行います、はい、それからですね、憲法である前島家、はい、これもね、囲碁ですとかね、初心者用の囲碁、ね、そういったものをね、あと読む会とかね、わけのミニ音楽コンサートなんていうのもやってるっていうんで、うん、これもまたね、ぜひ来ていただければなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。はい、どうぞね、おいてください。じゃあ続いて来週の予告です。はい、久々ですね、片桐さん、片桐さん、ね、やっと出てきましたって感じでね、いらっしゃいますよ、ね、どうぞどうぞ、はい、はい、どうぞ、はい、これも、はい、こんばんは、あ、はい、はい、はい、ちょっと今ね、久しぶりのパーソナリティで緊張し、はい、緊張してます。ですか？本当。それでね、実はこのね、北原正夫さんという住民二次協議会のね、役員やってらっしゃる方なんですけども、まあ、遅きにしかしっていうぐらいで、この、新交通システムとまちづくり、の研究会がようやく立ち上がりまして、先々週かなんかね、そう、9月の25日ですか、ですね、ね、はい、これからまあその本格的に真っ白の交通を考えていこうと、こういうことですのでね、皆さんも関心持ってもらいたいと、ぜひ、関心を持ってお聞きいただきたいと、そうですね、こんなふうに思っております。ぜひご覧いただきたいと、こんなふうに思っております、はい、よろしくお願いします。これからもですよ ね、はい、ということでよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに。